アメリカの反イスラエルを、はいえー、イスラエル人をどう見てるかという。ああ、これ非常に興味深いニュースです、はい、ニューヨークタイムズの記事からじゃあ今日は行きましょうか。はい、はいえー。ニューヨークタイムズの記事でですね、えー、こういうものがありました。あの、絶対日本じゃニュースにならないなという、でもこれ面白いよという記事を持ってきました。えっ、ー、と、はい、書いた方がですね、シュメル・ロズナーという方ですね。これはどういう方かというとですね、はい、ジューイッシュ・ジャーナルという、 ジューッシュジャーナルですかという、あの、専門誌があるんですよ。それのポリティカルエディターの人。だから、ユダヤ人問題にはものすごく詳しい方です。そうでしょう、そのもね。もう完全に、はい。十一種ジャーナルの、まあ、エディターの方なんです、ポリティカルエディター。まあ、だからもう、ユダヤ人、彼自身ももちろんユダヤ人ですし、あの、ユダヤ人問題に一番詳しい方。この方がニューヨーク・タイムズ。まあ、ニューヨーク・タイムズも、ジューヨーク・タイムズとか言われるぐらい、まあ、ユダヤ系がやってるってことは、まあ、ニューヨークでやってるからってことで。有名でしたね。 新聞社なんですがそこの意見記事の中に、はい、イスラエルはアメリカで今現在起こってる、はいる白人至上主義いるじゃないですか、はい、結構アンチイスラエルというかアンチユダヤ人的なことをやるじゃないですかなんてうんてですかねあのヒトラーのハーケン・クロイツバンドで巻いてるやつとかいるじゃないですか、うんはい、結構、ああいう形で白人至上主義者がついでに反ユダヤ主義もやったれみたいな感じをやっている。 これは結構問題じゃないって言うんですけど、当、うん、のイスラエルのユダヤ人たちは、はい、イスラエルに住んでる人たちですよ。うん、今現在。ま、はい、あそこにもう生きてて、もう今国も作ってるわけですよ。はい、あの人たちはどう思ってんのかっていうところを、実情をアメリカのユダヤ人向けに解説した記事なんです。うん、ややこしいですね。あち,ちょっとややこしいんですけど、はい。じゃあそういうマークを見ても、例えば何でもないとかそういうふうに。 いや、もちろん、あのマーク見せられると、鍵、鍵十字のマーク見せられると、それは嫌な気持ちはしますけど、まず、日本の、ああいう、寺のマークとか、あと日本の、家門でそういう家とかもあいや、ありますね、ちょっと。まあ反対ですけどね、基本的に。ただ結構ね、あれは、そう、あれ結構ありますけど、そういうところでの、えユダヤ人同士がどう見てるのかっていうのを、イスラエルのユダヤ人は、 アメリカ人に対して実はこう思ってんだっていうことを示してる面白い記事だったんですよ。どういうことかというと。まず、我々、このユダヤ人問題、アメリカで今起こってるけど、いろいろ問題になってるけど、ユダヤ人は実は一枚岩じゃないんだよっていうことをこの中でうまく説明してるんですよ。アメリカのユダヤ人に対して。どういうことかというと、えー、こういう分類の仕方ができる、実はユダヤ人には大きく分けて、3種類のユダヤ人が、実はイスラエルができる前ね、こういうものがあった。 っって言って言言うんですよ1、はい、1> 中東ユダヤ人、2>, はい、2、欧州ユダヤ人、うん、3、米国ユダヤ人、これ、ユダヤ人、確かにこの3つでしょう、ね、この3つです、まず1の,あの中東ユダヤ人はもちろんそのままイスラムの人々の間に住んでた人ですね、はい、もともと、そもそも昔からいる中東ユダヤ人。で欧州ユダヤ人がまさに あのキッシンジャーとか、はい、ああいう形の知識人みたいな形にも多いんですけど、うん、実際はヨーロッパの中にいて、うん、まさにその,どあ,あ,のあそこの社会、ヨーロッパの社会に馴染まずに、はい、独自のコミュニティをもを取って、ゲットとか、うん、まあそういうのを作って生きてきた人たちですよ。はいはい、それででユダヤ人、うん、で3番目が、うん そのそういう人たちがもうすでにアメリカに移住してて、アメリカの中でまあアメリカ人化したユダヤ人がいるわけじゃないですか。あのピーター・ドラッーとかね。あ、そうですそうですそうです。ハイエクとかね。モーゲンソーとかも。そうですね。はい。あ、キッシンジャーもまあそうです。元元その欧州ユダヤ人の。いたね。はい。でこの三種類、この三種類を考えるのが非常に重要なんだということを言うんですよ。まあで今はその中東ユダヤ人のプラスその上に乗っかって新たにユダヤ人の国、つまり えー、イスラエルが出てきたわけじゃないですかこういう考え方があるわけですよ、はい、でここで重要なのはですねベングリオンという方がいらっしゃいますね、はい、これはあのイスラエルの初代の首相ですかはい、はい、この方がアデナウアさんっていうそのドイツの首相に昔話をしたんですよ、はいはい、でわれわれこういうユダヤ人って実は 3, 3タイプいるんだと、うん、でも僕は元ポーランド出身ですからベングリオンは欧州ユダヤ人だと、はいはい、でここのね部分こういうその3種類の分け方があるってのは、うん、まず君たち理解しなさい そうすると、アメリカのユダヤ人と、特に欧州ユダヤ人の間では、意識が全然違ってるんですよ、アメリカのユダヤ人はもうすでに結構アメリカに同化してる、結構中にいろいろ入ってるんだけど、欧州ユダヤ人は完全に確立してる中でいるから、あそこって、ほら、欧州、何度もこの番組でも言ってますけど、人種差別は一番激しいのは実はヨーロッパじゃないですか、一番リベラルであるにもかかわらず、そういうところの意識が分かりから。はい。 あいつは多分ユダヤ人だと思うんだけどよくわからないみたいな状態で結構過ごしてるけれどもヨーロッパは割ともうその家は,の家はももうう完全に、はいね、あにこの店もユダヤ人だよそういう感じで分離してますねそうですそうです、はい、で、えー、実はイスラエルのユダヤ人って外の世界で確かにユダヤ人は差別されてるけど、はい、自分は国持っちゃってるじゃないですか、はいうん、だから外の反ユダヤってあんま気にならないそうなんですよ、はい、あなるほどなるほどはいうんだからまあ もちろん彼らはイスラエルにいる人たちは、うん、そ世界のいろんなところで反ユダヤっていっぱいあると思うんだけど、はい、それは絶対あると思う、うん、でも俺たちも国持っちゃったから、うん、そ,そこでああいう例えば今、あのアメリカとかで反ユダヤとか運動とかわーとかやってるけど、はい、あんなの実は全然意味なくねと<ー>だってそ,いつその人たちユダヤ人すごいあの気になるんだったらイスラエルル移住すればいいじゃんとい,い,、はい、いう感覚らしいんですよ。なるほどね、つまり今 このイスラエルの状態、何が起こってるかというと、イスラエル自身がある意味、大国というか、いわゆるルトワクでいうところの大国の自衛症みたいになってきてて、実はもう、ここの中だけで一応完結してるんで、はあんまり世界の繁雄大はあんまり気になってないそうです、アラブの繁雄大といのはものすごい気にしてるんですけど、基本的にはイジダヤ人はイスラエルがあるっていう、この存在だけでもう十分なんだと。 変わってきてるっていう話ですよ。はいなので、えー、もしかしたら、今のイスラエル、だから逆に、あのアメリカの中で現在、その、うん、反ユダヤ運動っていうのをやってるわけじゃないですか、うん、白人至上主義。はいはい、で、それに対して、左の、強烈な左の人が今、あのアンティファとかになって、ボコボコにしてるじゃないですか。じゃアンティファのことをユダ、イスラエル側のね、イスラエルのねイダヤ人はそれを見てあの、賛成するのかといったら、実は違うんです。はい アメリカのスーパーリベラルの人たちって、実はリベラルであるがゆえに、今イスラエルが自分の国でやってる、はい、あの、パレスチナに対する抑圧みたいなこと非常にガンガン言ってくるんで、はい、実はイス,イスラエルの人たち嫌いっていう、彼らのこと。<ー>だから、あの、右の人も嫌いだけど、アメリカの右の人も嫌いだけど、うん、アメリカの一番左にも大嫌い。はい、<laughs> この、不思議なイスラエル側から見た事情っていうのを話してる。<laughs> われわれ身近なところにそういう人がいて、はい、<laughs> 長くこう付き合ったりとかしていかないと、はい、このユダヤ人の人たちの、ねはい、感覚っていうのはなかなかわからない、ね、ただわれわれ日本人はこの中で分からなきゃいけないのはユダヤ陰謀論とかあるけど、はい、一枚岩じゃないですすでに中東ユダヤ人と欧州ユダヤ人と米国ユダヤ人では全くマインドが違うし、はい、グループも違うし 中東ユダヤ人とアメリカのユダヤ人ってすごい繋がってるように思ってたけれども、はい、全然いそんな,ことないです、今はもうむしろ結構、中のユダヤ人中でのもうすでにコミュニティー、うん、というか、国ができても何十年も経つわけですから、うん、相当この自閉症、ある意味自閉症化してるんじゃないかとあとまあ、はい、結構オバマの時代に崩した感じがあるよね、アメリカのユダヤ人とネオコンと、イスラエルのユダヤ人とのパイプを、オバマが結構。 ユダヤ人社会の中でも結構そういうところに変質していった部分はいろいろあるんでしょうね、はい、だからユダヤ人だからといってネオコン的かというと、あれも一部の勢力でありますし、実はあのアメリカの中のユダヤ人って、結構リベラルなやつが結構多いとかいう話とか、まあ、そういう辺でのですね。 どっかのグループ1個たちじゃないんですよツイッター界隈見てても分かりますけど、意外とその在日の人が、同胞に向かって結構、すごい厳しいこと言ってたりとかするの、見かけるじゃないですか、よく。うんはい でそういうところもあって、うん、一つの人種のグループって、一応同胞とか言われてますけど、うん、中でも強烈な対立があるんだなと、日本なんかもこれ見てて思うんですけど、うん、同じ日本だから、まあ、日本人は意外とその外にコミュニティー行くと仲いいですよ、うん、ところが、例えば韓国人、僕もあのバンクーバーとかそのロンドンとかでも見ましたけど、韓国人も外に行くと、外でも仲悪いんですよ、互いに。 結構対立してます、中国人もそうですし、そういう意味での一枚岩じゃないっていう意味で一枚岩じゃないからこそ、日でがろうとしてる逆にそれはあるかもしれないですね、それ、逆にいい迷惑というか、こっち側としたらね、そういうものもありますよ、なので、人種グループだからといって、一枚岩っていうのは、我々本当に気をつけなきゃいけない部分がありますよね。そこに実は結構亀裂があって まさにこういうところじゃないんですけど、はいはい、一緒に動かないっていうところこれ、非常に、ね、興味深い、はいね、イスラエルは実は、世界の反イスラムも、もちろんそれはあるっていうのはいいんだけど、はいうん、もう俺たちが今、イスラエルって国を持ってること自体で、この存在だけで、もうすべて証明できてる、うんいいまあ、イスラエルの人たちはそうなんだ、ねはい、だから、国を持てるっていうのは、すごいことなんですよ、やっぱり。はい やっぱみんなこれ国を持ちたい、今、クルドが持、ね、とうと、ん、してるわけですけど、うんうん、クルドみたいな人たちも、やっぱる国を持てるっていうのは、やっぱりどんだけ彼らのアイデンティティにとって、アメリカのユダヤ人は、はい、やっぱそのままアメリカ人になっちゃうんじゃないのいまあそうですけどね、でも彼の中でも、イスラエルに戻りたいって思わないでしょ、多分でもねイスラエルではイスラエルに戻ればっていうふうに言ってるわけです。 と、温度差がやっぱりあるんですね。相当。相当あると思います。まあ、多分そこで住んじゃったら、ある程度そこがあれだし、その習慣が違いすぎるとかね。だって、在日韓国人だってもう帰らないじゃない。帰れないですまあ、生活習慣ね、やっぱりそういうところは。ちょっと違いすぎ生活基盤とかね。まあ、でも、あの、まあ、価値観自体はね、すごく。 あの同じところがもしかしたらあるのかもしれないけどね、ユダヤ教というのは、これはなかなかね、はい、非常にあのいい、個人的に私、ね、は私、い、結構あ、イスラエルの人たちってそんなに支援をあれしてるわけじゃなくて、うん、結構、もう自分の意識がやっぱり、国を持てたってことで、相当この、うん、なんか、心的には裕福になってる部分があるのかなっていうの感じましたけど、お、まあ、もしいで,、ねはい、面白いですね、こういう新しい視点を得、はい、させてくれるっていう。はい で、えー、と見てたらですね、はいあのー、いろんなことが分かってくるんですけど、はい、がっつりやりたいという人はですね、戦略学をちゃんとやりたいという人はセリこの階層、基本的に入っていただければと思います、はい、回想が分かるようになると、はい、上司がバカに見えてしょうがないとか、ね、<laughs> <laughs> あとテレビを見ててテレビに出てる人も、はい、実は頭良くないんじゃないかと思うようになったとか。 あまあそういうい技術論とか作戦論が得意な人っているじゃないですかだからそこにフォーカスしてたらそのレベルでは確かにすごい人ってやっぱいるんですよ、はいうん、技術やらせたらすごい戦術させられたらすごいっていうのはあるんですけどじゃあ戦略はっていった時に上の階層になった途端に全然実は何も喋ってないといななそうの、ねはい、ありますね。 なので、最終的に解決策言わないとかね。世界観がないから解決策にはいかなくて違反しただけで終わりとかになっちゃうっていうね、はい、いパターンですね。戦略の階層か、はいはい、未来予測あたりに、はいえー、から入っていただけたらとそうですね思っております。はいはい、さらにクラウゼリッツ。 ああ、クラスビッつね。はい、もっとごご評価いただいております。はい、ありがとうございます。地政学なんかも。はい。まあ、地政学がこれ勉強すると、まあ。なんで、前回の戦争でね。はい。負けちゃったのかなっていうのは、なかなか分かりやすくなってくると思いますけどね。はい。はい。で。ああ、今日から発売が。そうですね。二になりました。ちょっと。 あのーね、創始の改訂版が最初に解説する方が6時間32分ですから、ねはい。最初のやつは6時間やってて、はい。畜生解説も6時間40分やってます。で、<laughs> 6時間分ですよ、ね。あと1分。パート 1> 12時間でもすでにあるんですね。まあ、えっ、ー、と、13時間ぐらい十三 <laughs> 13時間。だからまあ、はい、これは、あの、がっちり学問的に、はい。やったり、はい、まあ、対談なので、わかりやすく学問的にも、きちっと、やってると。はい、今回の、 すごい大きな特徴はですね、日本の有名な孫子本も出して、ここが違うだろう、ここは違うでしょうというところも全部出しました。他にね、ちょっと結構有名な方もいらっしゃるかもしれないんで、6冊、いや、もっとじゃないですか、もっとか、結構な冊数を10冊近くやばいやばい。 前回も攻めてたんですけど、はい、今回実実実名名ですからね <laughs> 実名実本,本を挙げてここの記述がちょっと日本的でちょっと全然違いじゃないか CD、はい、の画期的なところは、はい、まずあの、はい、デリックさんがの本の、ね、香港の人ですから。 中国人の孫子をまずデリックさんが分かってるというところがそうなんです、だから日本人は中国のことをすごい理解してると思ってたら、まずその日本の孫子と中国の戦死が全然違ってたというのがまずあるんですね。で、この本の中にあるんですけど、えーと、欧米の孫子理解の解釈っていうのもすごくあるんで、そのまず、えー、と2つの比較がこの本にはあります。ありますね。あ日本の孫子の比較っていうのは入れてなかったんで、それは奥山さんが入れてますと。 今回も詳しく入れてますさらに奥山さんが得意の戦略学のルトワックとかルトワック結構言いましたね今回はい損紙とルトワックっていうのも損子ちょっと新しくなりまして前から持ってた人用の価格と発売し直しあった分の最初の安いちょっと割引価格のハンバー もしておりますああのこの,のね、独立系の、えーはい、どこの学会でもちょっと嫌われそうな若い若手の研究者をですね、ね助けるつもりだという人は、あのー、ぜひあの買ってあげていただけたらです、ね、われわれはこれ、竹腐、はい、解説までがっつりやってますから、なので、まあ、これあの、学問的に本当にしっかりやってるんで、はいはい、これを読んでいただくと、日本の損失と、 中国の損失と欧米の損失、はい、まで一気に分かるという形になって、はいます。はい